これから始まる新しい事業、のために用意した段取り釜、キッチンカーを始めようと思って、コロナショックで相談しに行ったところ、グローバルレスポンスの相澤社長から提案があって、キッチンカーがどうですかって言われたでしょう。でよく考えると、キッチンカーなると家賃がかからない、で人を賑やかなところに出せるっていうことは自分も少しイメージできた。でところで、日本来る前にグレートティーチャー小野塚っていう非常に人気な番組を見て、そこにもお金で困ってキッチンカーをやってお金儲けてまた学校に戻ったっていうシリーズを思い出したんですよ、いきなり。でそれを衝撃に自分に与えて、でこれからじゃあキッチンカーが盛り上がるじゃないかっていう。でちょうどお店の売り上げも減ったところ、これは確かにいいアイデアだなと思って始めたところ、ちょうど見に行ったらキッチンカーが見つかって、その日売却してきたんでしょう。相澤さんってすごいでしょ。じゃあ始めよう、自分がまあまあと思ったら、もう始まり、もう車買っちゃったから、もうしょうがないから走らなきゃいけないって思って、でタンドリー釜を頼んで帰ってきたんだけど、でこれをタンドリーを初めに作るためには、ほうれん草とあと塩、砂糖、あとサトキビをちゃんと塗ってから、これから始め、少しずつ火を燃やしてちゃんとできてからキッチンカーに移るっていうふうにして、でこれが薬なんです。この薬で少し軽く軽く塗りながら塗りながら、で全体的に塗ってから、でもう火はもうついてるから、もう火はかなり小さく火をつけてますので、でこの火を多分見ると、まあ星印ようにこんなものを見えるので、でこれからが最高のタンドリーキッチンカーからたくさん儲けようっていうふうに始めようと思います。どうぞよろしくお願いします。